無能霊能が入れるんだよ。で、もし初めの夜に配送ボタンを押されたら、あのさ、占い師ってのは出現し、言い間違いしたりするんだから、占い結果とか占い理由の方がむしろ大事で、そのバカは、はい、そっちの方が大事で、だからつまり、どんなにやばいくらいのあれでも残すべきなんだよ、基本。3しようじゃない限りは。うん。だって聞いてみればわかんじゃん、2日目の占い先で。うん。まっとうに聞こえてたけど、占い先が変だとか、占い理由がおかしいとかって言ったら死んじゃないじゃん。例えば。うん。あなたの役職は。と言ってね、俺占い師でも俺負けると思うから。夜が更けました。黒を占いたいけど、白を占う。ただ単に白い人を実験で占ったりすることがあるから。ダメだなと思ってますけど。あの7番、前の7番のあの騎士スラスリー女の子が消えてくれて、まだ勝ち筋はある。でもさ、芯がないからって日曜で占い釣るやつってどうかしてんだろうよ、もう。100ゼロくらいのあの、しかもかなりの高い精度で、夜が明けました、あの、やらないと、うん、もう絶対確信を持って、芯を切らないといけない場面なのに。2番するやついるんだね、日曜で。昨日も深夜最後の試合。よろしくお願いします。だわ、色見ればいい。か、いや、新コロンつったら終わんだろうよ。SG1 の村人残して、ハークロー釣りたいですね。うん、白い村人釣らないで、あの、SG1 の青髪釣りたいです。はい。この冗談で、まあ基本1周目は単体精査でいきたいなと思っています。はい。1周目単体精査。それで、なんだろう、僕の単体精査の基準は、その人の目線の立ち位置に立ってみて、その人の、発言から、その人の立ち位置からね、その発言が出るのか、その人の黒いところが、白いところ、ね、言ってるの妥当かっていうのを、精査していきたいなと思うので、必ず他の人の印象には触れてくださいって感じです。はい。結構、まあ他になんかいいことあるかな。ミニ場面とか結構安定好きなのでね、僕は霊能とか、つい切ります。まあ一応精査するかなって感じです。はい。以上です。よろしくお願いします。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営でした。直近の2番さんで SG1 を残して白狼を釣りたいって言われたんですけど、まあ、SG1 になるということはやっぱりその人の色が見えないし、店の占い師に黒打たれた時にその人が跳ね返せる力がないような人のことを言うと思うんですけど、まあ、そういう位置よりも黒い発言とかがあるんであれば、その人を映って色を見るっていうのがいいと思うんですけど、やっぱり発言聞いて、こう伸びてるけど、なんていうの、精査はなってるけど、なんか狼っぽい、SG1 のような人が、なんか色落ちもないし、考察もないけど、なんかそこはなんか狼やったらやる気がないとか、そういう精査じゃなくて、やっぱり発言が、おかしい人、発言がなってない人を釣るべきだと私は思ってます。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい。あのですね。まあ、狼釣ればいいんですよ。うん。その要求しなくていいんですよ。もう、好きな言葉話してもらって、それで精査すればいいんですよ。このゲーム。まあ、占いし、精査って大事で、このゲーム。じゃあ、新占いっていうのをちゃんと精査しましょうよ。うん。じゃあ、二人ともグレー精査してたら分かんないですよね。うん。そうなんですよ。うん。偽もグレー精査するんですよ、このゲーム。真も偽もグレー精査する。なぜかというと、グレー精査をしないとあなたたちは真を見ないから。グレー精査病っていう病気にかかってるから。本当の真がもしいるとしたら、グレー精査しない人です。うん。なぜ？うん。できないからです。人外の時に。うん。村でしかできないから。うん。人外でできない、そんなムーブは。ただ単にそんな、それはリア教の人外ですよ。ゲーム上破綻してる。で、俺も出会ったことがない人外。でもそんな奇跡の占い師はなかなかいない。でも出会ったらその人信徒置けばいい。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師です。8番線ランダムシロ、8番線ランダムシロです。さあ、お願いいたします。で、霊能は1周目で出てきてほしいですかね。はい。騎士はもうセンスにお任せいたしますっていうところですかね。はい。4番さんの、話してることがあんまり理解できなかったですかね。はい。まあ、村目線、芯決め打ってくれたら僕をね、かなり強いっていうのはわかるんですけれども、グレー精査をしないっていうことですか？なんかよくわかんなかったんですけど、グレー精査は必要だなっていうふうには思ってるんですけれどもね。はい。
業が怪しいという発言を残すことによって、そのやりとりで黒い部分が落ちるかも、可能性もあるんでね。はい。だから4番さんの言ってることがあんまり理解できなかったかなっていうところ。まあ2番さん、3番さんに関しては、まあ思考開示、狼の探し方が違うっていうだけって感じですかね。はい。1周目ですかね。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。CEO あります。霊能です。潜伏しようかなと、2周目でポポって出ようかなと思ったんですけど、5番さんに出るように言われたので、思わず出てしまいました。4番さんの言ってること、ちょっと私もよくわからなかったんですよね。本当の真の、あれは、グレー精査をしないで、出会ったらその人が真だっていうのは、ちょっとわからなかった。うん、まあ、4番さんなりの考え方があるのかなとは思ったけど、わからなかった。で、そう、2番さんの、あと SC1 の村人は釣らないっていうのは、でも私それすごいわかるんだ。自分が実際になったことある。で、素村で何にも証明がしようがないんだけれども、普通そこで狼だったら、例えば騎士とかなんとかで逃げられるじゃない。でも逃げないってことは、本当その人素村なんだろうなっていうのに釣られちゃったことがあるんで、私の考えは2番さんの方に近い。でもかといって別に3番さんとは考え方が合わないだけであって、そういう考えの人が多いことも分かっているから、現状は、7番のプレイヤーが発言します。村人陣営でした。5番さんが村人陣営で8番さんにしようか、で6番さんは霊能しようと。ただ現状6番さんはちょっと偽っぽいかなって思っとって、なんか6番さんって5番さんが1周目でそういう発言をした時に出たって言ったんやけど、6番線5番さんの新要素ってなんか拾ったのかな。別に自分が潜伏したいと思ったら潜伏すればよかったんじゃないかな、素直に思ったんやけど、その出だしから普通に気になったかな。うん、2番さんに関してはかなり発言でふわふわしとったけん、まあ黒いとは思わんかったけど2周目次第じゃない。2番さんっていうのは、なんて言ったら、白老一を釣りたいみたいなことを言おった後に SC1 を釣りたいみたいな、結構発言がふわついとったよね。うん、ただまあ3番さんはどうなんやろ、その2番さんはちょっと怪しいっていう感じに俺は聞こえたんやけど、まあ2周目じゃない2番さんは。4番さんはね、色見せてくれん人やなって思ってる。うん、ただ6の対抗出たら俺6から釣れてるかってぐらい、現状6が偽っぽいなって思ってるかな。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営です。まあ、2番さんに関しては、2、3、4もあんまり色落ちしてない、2、3、4ならあんまり色落ちしてないんですけど、2番さんと意見が違うなって思ったのは、SG1 はね、釣ってあげるべきだと思いますね。結局、なんやろ、そういうのって人外に利用されて、占い師とかにもね、利用されて、なんか釣り押されるから、どうせその人が跳ね返す力ないんだったら、私は釣ってあげるべきやなって思うし、白狼一っていうのも何をもって白狼なのかっていう開示してほしかったし、思考を。何やろ。別にほんまに白いただの村人っていうのもあるんじゃないかなっていう感じかな。その点に関しては3番さんと意見はあったかなっていう感じ。で、4番さんに関しては結局何が言いたいかわからんかったけど、っていう感じかな。で、7番さんの毒殴りは、じゃあ、どこに霊能がおるんかなって思ったかな。6番さんは私すごく印象良かったけどね、いろんな立場で考えてたからっていう感じかな。はい、お願いします。9番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。そうですね、もうね、僕色が見たいのはね、7番さんなんですよね。今こうしてね、6番さんが今一人しかいないんですけど、6番さん以外に霊能者出たら6番さんの釣り縄を使いたいって言ってるんですよね。で、なんで見たいかっていうと、7番さんが黒の時って霊能に黒出ないんですよね。だから7番さんで色見た方がいいんですよ、僕が。うん、で、そもそも2番さんの言ってることって白狼一吊るしたいって言ってるんですけど、本当は冗談で SG 吊るしたいみたいな訂正してるんですよね、結局。うん、だからみんな村のグレーの人たちでも2番さんの意見がごちゃごちゃになってかわいそうだなと思いました。うん、で、4番さんのあれはもうあれでしょ、もう狼だったらあんなグレー精査しないだろうみたいな、グレー精査してないやつが占い師でいたとは言って、だからそういうやつ死んだんだろうって言ったんじゃないんですかね。1番のプレイヤーが発言します。どうもどうも、潜伏ないなら平和村ね。ってことで、4番が言いたかったのって、単純に5番、まあ5番が占い出たけど、占い師がね、対抗出た場合って、でグレー精査しないってなったら、それってそっちの方って圧倒的村からヘイト買うから、狼だったらそんなしねえだろってことを言いたいわけでしょ。だから死んだろっていうね、そ
そういう目線で逆理論だよ。あ、2番の言ってることってみんな履き違えてるのかなと思って、2番って普通に SG1 をするよりは黒い発言をしてるところを釣りたいって言ってるだけだからね。別にそれでいいと思うけど、俺。黒い要素が落ちるんであればそっちを釣るのがベストかなと思ってるけど。何か、それに対して3番が言ってるのって、でも SG1 の方を釣りたくないって、いや別に SG1 って村として釣るんでしょ。だったら狼の可能性高い方を釣りゃいいなと思っちゃうけど。あ、もう出とくね。素村です。はい。一人しか占い師も出てないんで。はい。いいでしょ。はい。って感じです。じゃあ、2周目頑張ります。以上です。2番のプレイヤーが発言します。村すら、やったぜ。ふぅ。まず感じで。村すらね、5番さん。潜伏、例ので5城。よかったじゃん。うん、プロじゃん。で、3番が霊能。じゃあ、1、2番目か。待って。じゃあ、僕出ます。騎士です。騎士。騎士です。はい。私、これ、嘘つきません。私、嘘つかない。3、6だったらね、どっちもどっちなんだけど、3番から付き合いたいかなと思ったんだけどな。別に俺って、あの皆さん結構最初の SG1 の、村人残して狼、あの白い狼釣りたい。で、SG1 の狼釣って、あの白い村人を残したいっていう意見ばっか取られてるけど、俺その後にしっかりと単体精査で上げていくって言ったから、そこでなんか最初だけ取り違えてるのおかしいかなって全体的に思ったけどね。うん。どうだろう。占い師は釣りたいとこ決めればいいと思うけど、まあ、今日僕噛まれるんで、まあ、占い師さん守りますわって感じです。はい。どうだろう。グレーで気になったのはどうだろうな。まあ、豪華すらしたメリットってないから、今日は否定されると思ってるから、白いとこ囲ってやっていけばいいんじゃないかなと思ってるけど。だから、7番が、なんか結構6にさ、向けてる目線っておかしかったと思うからね。あ、以上。はい。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。霊能師でした。まあ、全人がいる質の場面がありますから、私は潜伏する理しかないと思っているので潜伏しました。2番さんの発言っていうのは絶対におかしくて、白老一を釣るって言ってるんですよね。白老一って、こう考察で、こう黒要素のない狼のことですよね。そこを釣る。SG1 よりもそこを釣る。絶対おかしいんですよね。まあ、その方が騎士だったので、何も言うことはないんですけれども、1番さんは、SG1 よりも、こう、狼っぽいところを釣る。そらそうですよね。そらそうですよ。だから私はそういうふうに言っています。黒いところがある人が、を釣ればいい。SG1 で色が落ちないなら SG1 を釣ればいい。2番さんっていうのは白狼を釣るって言ってますから、そもそも論がおかしいんですよね。なんかそれに突っ込んでいる3話とか言っているけど、黒いところを釣りたいっていうふうな発言じゃなかったんです。白狼一をっていう言い方だったのでね。はい。そこに関しておかしいと思っておりました。1番さんに関しては。7番さんに関しておかしいと思った点があったんですけど、思い出そうとしても思い出せない。忘れました。はい。4番さんが占いで出る前に5番さんが8しろと言って、まあ、平和めらになっていますから、8番さんっていうのを発言では特に拾えてないですけど、まあ、盤面的に、まあ、白出されたから潜伏したっていうのもあり得るのかなというふうに思っているし、6番さんがそこで最初の位置で出たっていうところで、ローよりも今日の方があるのかなっていうふうには思っていますけれども、6番さんの色が黒だった場合っていうのが怖いので、絶対に6番さんから釣ってほしいと思っております。以上です。4番のプレイヤーが発言します。うん。3、6でいいんじゃないですか。うん。まあ対抗出てこないし。てか、5番は強靭の可能性もあるしね、もう、いいんじゃない？もう。さ、ムラスラする人って何の意味あんの？あ、三六でいいんじゃないっていう。しょうがないじゃん、もう。三六の精査つかないときは、もう、霊路出した方がいいと思うよ。うん。グレイって村つって、三六の芯つったら終わるからね。うん、安定策でしょうがないよ。動画占うわ。三六行ったら、路出したら、しょうがないじゃん。5番が狂人の可能性もあるし。いや、村で村すらしてるって何の意味あんの？平和村にしたかったって頭どうかしてんの？うん、このゲームって占い精査するゲームで、占い精査を放棄するって何なのそれ。例えて言うと、このゲームに女性プレイヤーがいないのと同意だよ。こんなゲームつまらないわ。うん。楽しいことでしょ。3、6、8がいることって。同じだよ。
占い師が、ね、2人3人出てることが楽しいゲームなんだよ、これ。男性だけのゲームやりたいもん、そんな平和村。つまんないわ。2しよう、3しようっていうのは、俺の中のイメージは、683みたいに素敵な女性プレイヤーがいるっていうゲームだよ。楽しいじゃん。占い精査こそ楽しいゲームで、占い精査を放棄するやつって頭どうかしてんのかと、マジで思うわ。で、人外が出ない。隠れてる。平和村の方が難しいと思うんだけど。てか、だるいんだけど。うん。何やってんの？うん。もう、狂人の可能性もあるし、もうね、結構厳しいかな。単独に外とローがいるっていう。あのさ、平和村作る必要ないから。もう、占い師の精査するゲームで占い師の精査ができないってほどつまらないゲームってないと思うんだけど。以上。5番のプレイヤーが発言します、うん、はい、お願いします。4番さん文句ばっかりですね。はい、文句ばっかり言ってますね。じゃあこれを見つけてくださいね。うん、それぐらいですかね、もう言えることは。うん、そんだけ文句やれたんだ、もう言わないっすわ。6いきますわ今日。うん、6以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。7番さんから私がまあめちゃくちゃ太い殴られて、ごめんなさい。対抗出たら、私から行くって話は、私、7番さん、狼で味方へ出ろって言ってるのかなともちょっと解いたんですよ。で、そもそも3番さんって、2周目1出てきて、まあ、潜伏した理由は、陣外出したかったからみたいな話はちょこっと最初したけれども、その後でずっともう2番さんの、騎士格して2番さんの話ばっかりで、私についてそれほどっていうか全然増えてくれなくて、なんだろう、私自身の黒目ってないよねって言いたい。うん。あと、多分っていうか、うん、それ、でもね、正直、でも、霊能出てくるって基本的には私は強人だと思ってるんだ。強人の可能性の方が高いけれども、7番さんに促されて出てきたっていう可能性もあるから、7番さんから言っていただけ、ごめんなさい、間違えた番号。これは本当に、巣の本も間違え、3番さんから言ってほしい。でも4番さんが例の辻切りって言ってるのも分かるんだけれども、今日は本当に3番さんから言ってほしい。可能性があるよ、3番さん、黒の。と言っておく。なので本当に3からする方が絶対ある、無駄がある。7番さんから促されて出てきた相方かなとも思えるから、今日3からお願いします。7番のプレイヤーが発言します。申し訳ないんやけど、2番さん深海な、本当に。まあ、ええか。5番さんの発言聞くまで、ああ、了解。5番さんの発言聞くまでは5番さんの強ってあるんかなって思ったけど、5番さん視点ってあの盤面で36が5番さん強だった場合って36に狼が出たんよね。ってなった時に5番さんがスラするメリットってあるんやけど、ただ5番さんって今回36で6から行きたいっていう発言をしとったことから、結構5番さんの強否定。かつ、6番さん視点っていうのは37狼で見るん。3番って6釣りたいって明言しよったけど。大丈夫かな、6番さん。もし、あの盤面でじゃあ6が釣れたとしよう、ローラーで3釣れるんよ。俺は、霊能心境やと思ったけどな。で、6番さんも3から行きたいでしょ。うん、よくわからん。俺は普通にグレー詰めでいいと思う。で、気になってるのはまず9番さん。9番さんって、俺、占い師をしたんかなって思ったんよ。俺の色が見たいみたいなこと言おったけん。でも9番さん占い師じゃないんやろ。どういうこと？平安村盤面確定するって分かっとって、俺の色見てほしい。そんな感じだったん。1番さんそれ拾えんの？結構やべえなって思うけど、俺は。俺は普通に9釣りて。この裏それ拾ってる人おらんけん、結構大丈夫かなって思ったんやけど。霊能に関しては正直どっちもわからんかな。わからんくなった。ただ俺6の叩きは別に不当だとは思ってないよ。ただ、俺は今日グレーだったら9冷たいかな。2周目の発言してないで釣り位置変わったらその理由は明確に言うけど、俺は現状9を釣りたい。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。どちらにせよもう霊能は私釣り切りますし、5番さんが、もし強人ならばスライドするメリットないと思ってるのに、5はもう村人の隠し路でいいかなって思ってて、霊能に心境がおると思ってる。だから1、9、7に人道がおると思ってるんやけど、9番さんっていうのは7の色を見たいって言ってて、7番さんもグレーだったら9釣りって言ってるから、何やろ、安直にね、7、9ローローはやばいかなって思ってるから、
どちらかに陣頭を追っても7、9がローローっていうのはないかなって思ってるかな。で、4番さんはごめんなさい、何をそんな怒ってらっしゃるのかわからないんやけど、もうチャンスは1回しかないから、その1回でぜひ黒を見つけてほしいって思ってる。それはもう4番さんにマジでお願いする。まあ、確かにね、1、9、7、釣り切れば終わりっちゃ終わりなんやけど、どこが人道かわからん。やし、あの、平和村盤面になって、9、1っていうのはエンドポジにもかかわらずね、役職デンクって、ローメ低いのかなって思ったけど、あの、もう平和村になっちゃったからね、もう9、1のさ、ローローも追わなあかんくなってきたから、マジでわからん。けど、7番さんっていうのはね、もう超ヘイト買いに行ってる人物やなって思うから、7のローメは低いかなって現状思ってるから、まあ、9、1でとりあえずは提出しようかなって思うけど、なんせ霊能は擦り切れますね。なんか、もう、審議つけられへんし、なぜ今日は6から行こうと思ってる。電波入ってるんかしらね。はい、お願いします。9番のプレイヤーが発言します。そうですね、もう7、8、狼だと思いますよ。普通に。普通に6、3って強靭でしかなくて、8番が黒だった場合って、3番と6番が黒、どっちか黒だった場合って、5番が占い出てる段階で、8番に白刺さってるんですよね。その段階で3番と6番絶対狼なんて出る必要はないんですよね。だから絶対狼はないんですよ。で、そう考えても7番さんしかない。色見るなら7番さんしかないんですよね。結局強靭が出るっていうことになってますよね、僕の考察になると。で、7番さん初日ってもう6番の他の霊能が出たら6番さん釣りでいいっていう釣り名を霊能に行かせるっていう話をしてるんですよね。で、そうなると7番さんってめちゃくちゃ僕黒だと思ってるんですよね。うん。で、8番さんはなんで9、1でつなげたんですかね。うん。僕普通の7、8でいいと思ってるんですけど。だから普通に考えて6、8番3視点って6番と3番を強靭置きしてるのであれば7、8、9、1で順番に吊るして4縄で終わるんですよね。で逆にバランス釣りということを考えて7番3、9番3、8番3、1番3っていう順でもいけるんじゃないですか。僕はその9、1で見てるのであれば7番3吊るした後9番3吊るして1番3吊るして8番3みたいなそういう流れもあるじゃないですか。その間に霊能精査すればいいだけなんですよね。うん、で3番さんで結局50秒ぐらいもずっと2番さんに対して話してたんですよ。2番のあれはあれだったんです。本当はあれだったんですとか言って50、全然グレーコースしてないじゃないですか。こんなやつ惜しんで見れるんですかね、皆さん。1番のプレイヤーが発言します。で、結局9番どこ行くの？あ、俺先に結論から言いますね。6番行きます。6番行きます。6番狼だと思ってます。はい。霊能が神道の可能性一番高いと思ってます。で、6番が狼だった場合って相方1、9でしかないと思ってます。その場合って、強靭値って8番だと思ってます。8番の目線ってめちゃめちゃバクってて、8番って7、9の相方1じゃない、霊能は神経だって言うのであれば、8番目線って俺を釣ればいいんじゃないのってなっちゃうし、改めて俺、格黒なんだけど、そうなった場合って。7、9相方は絶対ないって言い切って、霊能は神経って言い切ってんなら俺、格黒じゃないですか。ねえ、8番さん。で、8番さんってどこ釣ってもいいか分かんないから、霊能釣り切りを言ってるんでしょ？ね、ご神様釣ってもいいから。だから8番って興味が圧倒的高いかなと思って。霊能が神教だった場合だけ残念、狼か残念村人って可能性出てくるんだが、それでも、俺6、8、9釣ったら終わるような気がするけどね。はい。9番っていうのは、9番の、1周目の位置だ、ごめんね。1周目の位置で、霊能対抗出たら、7から行くって言ったんだよね。霊能対抗出た場合、7から行っても意味がわからんで、うん。その場合って、ね、7が村だった場合、次、新霊能って言ったらもう負けなんだけど。うん。人外理のあることしか言ってなかった。7が白結果だったら、霊能に狼が出る可能性あるみたいなこと言ってたからね。うん。だから9って圧倒的狼かなって。で、相方1は6かなと思ってるから、俺今日6から行きます。以上、終わり。バイバイ。全プレイヤーの発言が終了しました。なんでもいいや、6でも3でも、じゃあ行ってみて、9らな、みんな疑問に思ってるから。ただ単に白い人だったら白い人でもいいし、5番も9番もあれだったら、最後2V1 になるから。うん、みんなが9番に疑問を持ってるから。うん。9番なんだな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、6番の遺言を発表してください。こう、
本当にごめんなさい。私、番号ちょっと言い間違えてただけで、本当になんか一緒に乗ればいいから、本当にシーンなんだ。で、今、石川さんが、6位行くって、私、すぐに6位行くって。正直、私の位置で、1行目の位置で、じゃあ、あなたみたいに人狼が、霊能に出ると、まず思っているの？まずそこだよね。おかしいじゃないと思う。釣られに来る人狼なんかいるわけないじゃんって。白が出たら村であってほしいわ。で、私1番さんめちゃくちゃ怪しいと思う。で、3番さんがもし狂人だから5番が狂人でやってるならいいけど、村でやってる行為って狂人だと思うけど、で狂人全くもって意味ない。平和村作ってスラするやつってマジで論外だと思う。そこだよ。るところを作ってってやるめんどくさいっていう。平和村の方が手がかりが少ないんだからめんどくさいって決まってんだろう。ただの運ゲーなんだってもう。間違えただけでさ、めっちゃうまいところに白圧迫でできるとか、ここが人が出るわけないじゃんって本当に言いたい。言い出した、1番さんだった。8番さんの6位から行くっていうね。理由は特に言わなかったよ、8番さんに関しては。どっかあるなって最後に9番釣られて村でした。7番さん逆に私2周目聞いてね、割と白いのかなと思った。1、8、6、3。でも8番でも最初白過去に割ったんだよね。白過去になって5番さんの就職が8番さんだったから。ちょっとそこわかんない。8話でもそう、でも発言的にいきなりもう私来るって言って理由もなかったな。まあ、釣り切りだっていうのもあったかもしれないけど。でも私は絶対グレーでは1番さんが怪しいから、1番さんがラーメンだと思う。だから9ラーメンだから、村だったらラッキー。狂人だったら負け。だから5番が村だったら5番が悪い話だから、別にどっちでもいいわ、この人。俺を選ぶなんて悪い子だな。5番が悪いんだから。村だったら、狂人だったらいい攻めなんじゃない？俺みたいに平和村はやる気ない人にとってはいい攻めだったんじゃない ?9 番をみんな怪しんでんだから、九州だったら9番心気なく。占った対象は人狼です。ああ。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入り、9番のプレイヤー人狼が身分の開示を占い師の方は夜のアクションを行ってください。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。占った対象は人狼ではありません。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4、5番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、とりあえず安定で今日は3番に入れるんですけれども、あ、まあどうなんでしょうね。正直1番さんがまあ6級っていう風につなげてて、まあ、1番さんが黒だった場合って強烈なライン切りですよ。はい、っていう風には思ってるんですけれども、なかなか1と9はつながりにくいのかなっていうふうには思ってるんですけど、まあ、ぶっちゃけ怖いかなっていうふうには思ってますね。で、ここでやっぱり8番さんっていうのが、浮上してくるんですよね。囲いが成功してるからっていう。まあ、これで盤面濁らしてるのは僕のせいなんですけれども。はい。今のところ1、8どっちかで悩んでますね。はい。霊能が強靭で出ているのならば。はい。とりあえず今日は3人いきます。以上です。7番。のプレイヤーが発言します。あっちの気になるけどな、8番視点って63の真偽っていうのは霊能、あ、63の霊能真偽っていうのは信教で劣ったんよ。実質でもそこは一緒やった。ただ8番さんって信教で劣るにもかかわらず63から詰めたいよ。いや普通にグレー詰めて色結果見た方が強くねえか。なあ、4番さんの占い狭めた方が強くねえか。8番さんそれどういう意図で言ったんか教えてえな。俺、8番さんのその発言聞いたけん、あ、8、あんなって思って8番さん投票したんやな。安定ね、安定で3番。3番つって8時の発言もう一回聞けるか。そっちの方がいいんか。ただ8番さんそこには答えてほしいかな。1番さんに関して、特段、まあ、5番さんやってるのライン切りって応援こともないけど、1番さん視点って、36進路で追っとった場面やけん、筋は通ったような、ね、レーローから行くって。
筋が通ってないのは俺8番さんだと思うけん、1味だった場合って俺8番さんの方が怪しいと思う。うん、安定で3行こうか。じゃあ安定で3行ってもう一回発言聞けるけん、いっぱい情報落とした方が強いと思う、この場面のやったら。ただ8番さんにはそこを答えてほしいかな。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。確かに、1987のグレーから詰めていってもよかったけど、私は霊能は信教やと思ってる。わざわざローで霊能に出るメリットないと思ってるから、どうせ辛える運命やのに。で、信教でもし白黒結果出たらどうするんですか、何をどう思って信じるんですかねっていう感じかな。あの白白結果やったらね、まあ、結局隠しらやからいいけど、白黒結果やったら何を信じてこの先行動するんかなっていう感じかな。だから私はもう霊能釣り切りで霊能の精査もせず、とりあえず怪しいと思ったファッションで6から行ったっていう感じかな。でも私9黒だったら相方1かなって思ってるかな。9がローだったら7相方はないでしょって思ってるかな。79労働でそんな1日目1週目2週目から殴り合うんですかっていう感じやし、その1番さんの発言もなんか6がローだった場合の9つながってくるっていう裏、霊能が何狼で出てるっていう考察もわからんかったし、9番さんは78で提出してたからきっと相方1なんだろうなって思った。でそこで1番さんがライン切り入ったんじゃないかなって思った。で9番さんに言われたけど、79ローローがないんだったら1黒じゃないのって言われたけど、そんなんわからんよ。もしかしたらワンチャン79ローローかもしれんし、そんなん1黒って明確には言えんよね。1番さんの発言もそんなに一周目黒くなかったしっていう感じで、って感じかな。結局私疑ってるんやったら私言ってほしいねんけど、80でいいよ今日。はい。1番のプレイヤーが発言します。うん、ね、8イコール白くならないしね。まず8番さん、あなた村だった場合って3がもし強靭だった場合って、あなたの言うより心境出てね、だったらもう PP なんだけど、たまにおるけどね、狼で私言っていいよってやつ。今日3行くよ、申し訳ないが。で俺でもやっぱりね、9の相方って8でしかないと思って、そうなったら心境だった場合って、俺昨日言ったけどね、進路の線が濃いが、新居だった場合って8、9だろうなっていうのは言ってるし、理由も言ってるし、ちゃんとアンサーもちゃんと答えてるし、うん、全部。9番ってなぜか6番しか霊能出てない時点で、6の対抗出てきたら7行きましょう、言うて。全く無駄のないこと言ってるからね、人狼側の理しかないこと言ってるから、もう9って狼だろうねっていうのは当たってるし、結局。そのライン聞いて取られるのは、まあ勝手にしてくれって話なんだけど、で、8万さんにも言ったしね。79ないって8番さん言い切ってるじゃん、ほぼほぼ。79のあのプロレスはないよねって言い切ってる状態で、霊能心境で見てるんでしょ。で、4が占い師でしょ。で、5が隠しろでしょ。で、2番が騎士でしょ。そうなったら、あなた目線の角黒位置って俺なんだけど。それもちゃんと言ってるんだけど。だからあなた目線俺釣ればいいんじゃないのっていうのを言ってますけど。だからやっぱりね、ロジックがおかしいのって8番なんで、3が狼じゃない限り、もう、8で終わるような気がするけどね。3、8の順列つったら、7はね、正直黒く見えない。8がおかしすぎる、やっぱり。発言がおかしいとこ、もう村と見えないか、俺。以上。2番のプレイヤーが発言します。今日は3釣ります。はい。絶対3です。絶対3。絶対に3。はい。そうだな。まあ、今日はワングッチバったらね、もうね、ニナ使えるんで、はい。もうこれはかけるしかねえなと思ってますね。はい。グレーね。グレー精査。7が6、1周目白いって言っておいて、でもその後に、あ、黒いって言ってて、6から釣りたいって言っておいて、なんか6が白いなかった、うん、白いよねって言ったのが、俺わけわかんなかったけどね。わけわかんなかった。だからそこの目線で9って7、釣りをしてから7は全うかなと思ったんだけど。ね。どうなの。8も8で、確かに一番の言う通り、7、9が弾けて、心境勝ってするんだったら1から行くって視点が落ちてると思うんだよ。だからその観点では一番真っ当だと思う。うん。で、1が9を釣りをしてる人物で、別に9、うん、そこでライン切るメリットって全然ないと思ってるから、どうだろう。1弾いて7、8じゃねって思うけどな。わかんねえ。これは、こればっかりわかんねえわ。1も1で、なんで、3、6、で、ローを追ってるにもかかわらず、でも、狼になるんだったら俺3番だと思うけどね。だからそこ1番さんわからない。だからごめん、7、8、1わかんねえわって思ってる。
あ、しっかり精査してもらってって感じやね。あ、接続切れ、大丈夫ですかこれ。一番さん帰ってこい。一番さん帰ってこい。ちょっと待ちます。待ちやす。あ、帰ってきた。よしよしよし。帰ってきた、帰ってきた。今日3番さん行って、終わんなかったら36新居で、9と相方探してたけど、どうなんだろう。ちょっとこれわかんねえわ。どれも繋がり得る。申し訳ない。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。今日8番さん釣りですね。8番さん釣りで9番さんローが確定していますから、私の芯を決め打ってください。はい。発言的に9番さんと繋がり得るのって8か1ですよね。はい。やっぱ7番さんが9番さんを吊るす、9番さんが7番さんを吊るす、ここ全然二浪に見えないんですね。だから、8、1の順で釣ったら勝てます。はい。まず、こう、霊能が2仕様になっていて、霊能心境で応視点っておかしいんですよね。多分、私は全人が留守狙って潜伏してますよね。ただ、6番さんの2攻めが凄すぎて、多分人狼出れなかったんだと思います。強人がぬるっと使用していますから、絶対にあの盤面、人狼、霊能使用した方が強いんですよね。ただそれができなかった。それは、6番さんが2攻めが高かったからですよね。それしか考えられないし、4番さんが占いで出る前に5番さんが8セロを打っているし、8番さんは6さんを心境で見ているっていう視点もよくわからないし、心狼で見ているんだとしたら、私の方が狼目が高いのにもかかわらず、6に行く、6に行くと言っている8番さんと、9番さんと、6番さんをつなげた1番さんもおかしいです。絶対に出るなら9-3。9-3を追うべき視点を持てていなかった8番さんと1番さんっておかしいと思っています。7番さんに関しては、そこの視点、なんか心境で見るっていう視点も、なんかおかしいと思う。それは2番が多分、私をローで見るって多分普通の考えだと思うけど、多分それを村人が全員できてないから、精査が濁ってると思ってます。8番さんを言って1番さんって言ったら終わります。終わると思っています。はい。8番さん行きましょう。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。はい、もう私を釣るという選択をしたということは、まあ、村の皆様はグレーの精査をするということなんで、それでまあいいと思います。ただ頑張ってくださいと言っておきます。はい、私は2周目の段階で8番さんへもやっぱり白を出されているからローありるんじゃないかとかいう考察も述べているし、6番さんというのはそれ遺言で言っていらっしゃいます。はい。多分票が欲しかったんやと思います。普通に言えることです。はい。1番さんに関しても私が2番さんに対して指摘してたって言ってるけど、1番さんが2番さんの発言をねじ曲げているから、2番さんの発言を引用したまでです。狼っぽいところを釣りたいんじゃなくて、白狼を釣りたいっていう2番さんに村人評価おかしいです。はい。言っていることが普通っていうのはおかしいです。はい。7番さんは、多分黒ないと思っているけど、3と6の強人置きだけ引っかかっております。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番5番のプレイヤーが発言します。負けたらこいつが悪い。平和村作るやつってのは本当に大きな罪だから、ね。はい、まあ、これからですね。本当勉強してほしいわ、まあ、今日8番いきますね。外役プレイだから、ね。まあ、1番差のライン切りっていう線を考えたんですけど、1行ったら負け、まあ、初日からね、9を占い占いや9は平和村作ることがもう全くもって意味ないんだ、そこで差し出し進行っていうのはあんまりないのかなっていうふうに思ってますね。盤面的に僕が、8に勝利出してて村さらしてるんですよ。8のローも、結構終える盤面だったのに、9番さんを差し出す必要っていうのは全然終えないなっていうふうに正直思っちゃったんで、はい、発言的にも考えてね。
だから8位行こうかなっていうふうに思ってますよ。はい。そんな感じですね。今日は8位行きます。以上です。7番のプレイヤーが発言します。5番さん、ちょっと待ってな。俺の考察も一応聞いて。俺1番さん視点、9のロー結構硬いっていう発言が一周目で取って、ただ1番さん視点って霊能に関しては新ローで追っとったけん、霊能から行くっていう視点は間違ってないと思っとんよ。ただ、1番さん視点、9のロー割と硬い。で、結果そうやったやろって言うんだったら、絶対に9言っとくべきやないかな。それで急に黒結果出た時って霊能の審議つくやん。やけん、そこが俺1番さん1個だけ引っかかったかな。ただそれ以外の要素って別におかしくはないよ。言ってることもあっとうやし。やけん、トータルで考えたら俺8の方が偽っぽいと思うんやけど、昨日のその1番さんの発言でやっぱちょっと気になったかな。やけん、まだ両視線で追っとる。どっちかわからん。1か8かって言った時に、明確に、8の方が怪しいとは思ってるけど、1番さんにその発言も気になったけど、1番さんそれは説明してほしいかなって思ってるかな。で、まあ言っとくけど、3番が初旬で、2周目ね、6釣りをして、6も3釣りをしたんよ。俺、進路は薄いと思う。3に関しては進路、まあ進路1位として終えるけど、潜伏して出とるけん。ただ、あの発言から俺は結構、新京の方が濃く見えたから。やけん8番さんがそこで霊能行く。それはちょっとよくわからんかったって、俺してんだなっとるけん。正直ね、まあどっちかって8の方が気になってるけど、1番さんのその発言も気になってるけん、そこは説明してほしいかなって思ってるから。8番さんは現状この発言聞いてどう思ったのか教えてほしいかな。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まず、昨日私ずりって言ったんですけど、画面見てなかったんで、縄数の計算してませんでしたっていう感じ。で、3が強靭だったら PP で負けやから、それを1に言われて気づいたっていう感じやね。はい、それはすいませんっていう感じかな。で、さ、提案なんやけどさ、私はね、もう位置が硬いと思ってる。で、5番さんはね、もう思考6個入って8に言ってるっていうから、7番さんさ、人道じゃないんやったらさ、1に入れてくれへん。私、1で硬いと思ってるから、8、1の決戦投票にしてほしいわ。で、どう思ってるんかなって言われたけど、だから、ね、確かにね、1日目の1周目、9は7の色が知りたいって言ってたから、で、7番さんも2周目に入ってめっちゃ急殴りしてたから、安直にね、何も裏を読まんかったら、7級ローローはないって思った。7級ローローはないって思ったら、ライン切りってのがあるんだよ。臭いほどのライン切りってのは。1周目の発言聞いたところでは、だから5番っていうプレイヤーがしたことっていうことだ。黒って言ったらね、今度は色が見えてるんですか、こんなプレイヤーがいるからもう10の差が勝てなくなるんだよ。7、8ローローやと思いますって言ったから、2人の占い師が出てる方、3人の占い師が出てる方がいいのに。占い師さんから逃げるやつのせいで、もうゲームやめてほしいんだけど、こういうプレイヤーって。いう感じかな。外役プレイヤーだから、本当に。もうね、もうファッションを信じるわ。9のね、7の色見たい発言からね、もう7はないと思うわ、相方として。ふさわしくないと思う。マジで、占い師が出てる方が簡単なゲームになるのに。で、7番さんが人道その占い師からローテンは予想で、ローとか強とか、いろいろね、占い師がローだったら、その相方ってのが見えてくるのよ、占い師から。手がかりがたくさんあるのにもかかわらず、こういうゲームにするから分かんなくなる。ライン切りもあるよ。7、9か8、9、1いったら負け。
のさ、多数に時間かかんだったら文字でいいんだからさ、多数言ってる場合じゃねえだろうよ。そう、ドラマ、夢はつながって、でもな、もう7番だったら負け。1番のプレイヤーが発言します。8番が大きすぎ。7番だったら負け。7番だったら負け。7番のライン切りか。本当に5番は反省してくれ、こういうプレイヤーよ。害悪だよ、もう本当に。こういうプレイヤーがいるから負けるんだよ。どうかしてんだろう。狼の占いが出たらそれから推測できるっていうゲームなのに。それを、その一つを捨てるっていう。こういうスラするやつは本当にゲームしないでほしいんだよ、本当によ。これで平和村で負けたらなんて言うの？これでもやんのか？これでもやるのか？負けたんだろ？だったらやるなよ。そう思わないのか？自分のしてる行動が。平和村作るやつってマジでいらねえんだよ、本当によ。おかげでこういうのがこういう風になるので。もう、まあいいんだけどさ、多分放棄してるから8じゃないんでしょ？もう7なんでしょ、おそらく。おそらく7だと思うけど。のプレイヤーが発言します。ライン切り、臭いほどのライン切りだもん。はい、8だったらどっかに入れれば勝ちなんだもん。してるから、もう一回話聞こうよ。7が人狼じゃないんやったら1に入れて、で、5は8でいいよ。で、7が人狼だとは思わねえのかよ、8番よ。ライン切りってあるんだよ。平和村こそライン切り多いんだよ。平和村は、ど下手がライン切れない。うまいほどライン切る。そんなさ、7、9どっちだよ。ど下手だったらライン、ど下手ほど初心者ほどライン切らない。うまくなれば上級者ほどライン切る。そういうゲームだ、平和村。だって切らなきゃだって勝てないじゃん。マジでないかなって思ってる、そのライン交差。でももう8の投票で多分村なんでしょ。発言的にも村だと思ったよ。なら9占いしたよ。やっぱり9の、あの、相方としてさ、8番の大問題点は、7のローを追ってなかったってこと。ライン切りっていうのがあってだな。はい、俺が生き残ってれば7行くけど。って感じかな。うん。8の雰囲気よりは7の、79の臭さの方が、79の臭い感じの方がなんかあれだったけど、もう8が放棄してる時点で村なんでしょ。だから7は適当に入れて負け。もう曲げ。ほんと、スラスルーは、これでも8に入れるやつ。入れるから5番は。もう分かりきってることだよ。ああ。頭どうかしてんだろ、こいつ。投票が終了しました。7に決まってんだろよ。追放されるプレイヤーは、8番、8番。放棄するわけねえだろうよ。利用してください。マジでこれ使い物になんねえよ、初めから最後まで。7がローかもしれんね。7か。まあそうよね。そうなるよね。とりあえずだって決戦だからレベルが低い奴らが平和村作ってんじゃねえよ、まずよ。1番さん。7級スケスケだろ、こんなもん。もう投票で見えてもう8なんかあるわけねえじゃん。せめて1行くならまだわかるよ、5番して。8なんてあるわけねえじゃん。放棄するわけねえじゃん。1行ってれば勝ったんだよ、狼だったら。一体、1位いってれば勝ったのにもかかわらず、こうだろ？ほんと。1位いくか7が陣外で放棄する可能性があるから、投票放棄する。ムラスラする無能、8に入れる。8だけないだろよ。1か7しかもう投票見たらわかんだろよ。これ、どうか見たわけねえだろよ。それすらわからないから、こういうの負けるんだよ。言った通りだよ。ライン切るんだよ。臭いぐらいの。ゲーム終了。うん、上級者ほど。人狼陣営の勝利です。やらなくていいんだよ、ムラスラなんて。グレーから行くべきだよ。普通に、1、2番目は。そう、新郎だったら別にさ、ローラーでいいんだけどさ、そう、9、7黒勝てと思うけどな。だって1周目の7番さんって6怪しいと思ってて、2周目でコロリと6の白いよねとか言ってるから、何言ってんだこいつと思ったから。9は黒でしかないと思ったからね。で、相方1が6かなと思ったんだよな。6を白いとは言ってないよ。霊能は新境で置いてる時にグレーから詰めた方がいいっていう思考を落としてた。うん。で、あの場面って8が投票放棄するからか、ことから8の村ってほぼほぼ確定しとるけん。うん。だろうね。もうだから狼陣営もきつかっただろうし、もうあれは仕方ねえよ。すいません。しかなかったらあんなの。すいません。1番さんごめんなさい。私1番さん疑っちゃった。ごめんなさい。